追悼の辞、ここに AWC 日本連絡会議を代表して、白色テロの犠牲となって亡くなられた方々のご霊前に慎んで追悼の辞を捧げます。合わせて先般の林翔陽先生の逝去に対して心から哀悼の意を表します。1950年代の蒋介石国民党政権による白色テロルの嵐は、理想に燃えた多くの台湾青年からその命と精神を奪い去りました。未だその名前すら明らかになっていない多くの人々の非業の死を思うとき、私たちはその真相を決して歴史の闇に葬らせてはならないという思いを強くします。白色テロルの全面的な真相究明と犠牲者たちの完全な名誉回復、賠償が必ずや成し遂げられなければなりません。日本帝国主義の敗戦以後、1949年の中国大陸での新民主主義革命の勝利に鼓舞されて、アジア各地に広がった民族解放社会主義革命運動のうねりは、帝国主義とそれに支援育成された各地の反人民的政権による大規模な弾圧に直面することになります。朝鮮戦争を前後するこの時期に、朝鮮半島、ベトナム、タイ、フィリピンなどアジア各地で幾多の労働者人民の血が流されました。白色テロルの下で正義と祖国復帰を目指して戦った台湾の労働者人民が直面した受難は、このような冷戦体制の確立に向かう時期に解放を求めて戦うアジア各地の労働者人民が直面した受難の一部として、民衆の歴史の中に深く刻印されています。同時に私は日本の労働者人民の一員として、日本政府が蒋介石政権の白色テロルによる台湾支配を支持支援することで、自らのアジア侵略戦争植民地支配に対する真摯な謝罪と被害者に対する賠償を回避し続けてきたことを、痛苦の反省の念を持って思い起こさざるを得ません。日本帝国主義は1895年に中国から釣魚諸島を略奪し、台湾を自らの植民地として、台湾の人民の抵抗闘争を弾圧してきました。さらにその後、朝鮮を併合して植民地とし、さらには中国大陸および東南アジアへと侵略の触手を拡大していきました。しかし第二次世界大戦後、日本政府はアメリカ帝国主義の覇権の下でアジアにおける反共防波堤の一部となることで、免罪符を手に入れたかのように、今日に至るまでアジア各地の被害者に対する真摯な謝罪と賠償を拒否し続けてきました。私たちは日本の労働者人民の歴史的な責任において、このような現状を突破し、日本帝国主義によるかつての侵略戦争植民地支配に対する真摯な謝罪と被害者への賠償を実現するために戦い抜くことをここに表明したいと思います。私自身は学生時代に社会運動に参加し、その中で日本およびアジアの労働者人民の戦いの歴史を学ぶ機会を持ちました。その一部として、私は台湾における50年代白色テロルの過酷さを知ると同時に、日程の解放以後から戒厳令の解除に至る台湾の労働者人民のさまざまな苦闘をわずかながら学んできました。そしてまた反帝国主義と人民解放のための共通の戦いの中で、林数彦先生をはじめとした先輩同士と出会うことができました。その経験から多くのことを学んでいます。どの
国や地域の歴史にも斡旋行使、人民解放の大義のために殉じた無数の人々の血で綴られています。台湾における白色テロルの受難者もそのような民衆の抵抗心の中にあり、その精神は深く継承され続けていかねばなりません。それは台湾のみならず日本の労働者人民の課題でもあります。最後に改めて台湾およびアジア世界の人民と手を携えて帝国主義に反対し人民解放の向けた戦いに献身することを誓い追悼の言葉といたします。2012年10月27日、 AWC 日本連絡会議を代表して中村芳生、谢谢。